って言ってたよ。透明は。次は香川に行くよ。楽しみ。心が揺れ動くたび、街も人も言葉も違う色になる。会えないだけで切ない、迷いの時の中でいつも呼んでいた。気づいてる夜の涙、ため息と孤独ね、連れ出してすぐに、あなたの瞳が映し出す未来、二人の出だったんだよ。だからね、美月が本当に歌ってくれるなんてって感じだったの。発注とかがある前、うん、そうですね。だから2001年に作った曲で、あのなんか美月とはるかの曲作って作りたいと思って作って置いといたんですね。そしたらね、あの形になって、キャラソンってやっぱりね、声優さんが歌ってくれて完成するっていう部分がねありますからね、本当にね感動した思い出があって、私バージョンで聴いてください。いきます。伸ばし続けた髪はもう意味がない、あなたは何も知らない、それでいいよ、すべて忘れて私を見て、無理なことと分かっていても、この手を離すことはできない、せめて隣にいさせて、信じてるその言葉だけを、夏の気配感じるね、夜の風が思い出連れてくる、鮮やかによみがえる仲間といった夏の花火、綺麗すぎて忘れられないの。こんな感じです。ありがとうございます。